クローギャングの最初のボスのお出ましだ。デミトリは地下のセレブでありながら敗訴なアートサークルを開き、その陰で闇の犯罪に手を染めている。奴は昔は希望にあふれたアーティストの卵だった。自分独自のスタイルを確立するのに必死だった。だが彼の斬新なスタイルは世間に受け入れられなかった。だから絵の世界で認められた作品の偽物を作るようになった。やつなりの無理解な者たちへのリベンジとして。今はウエストサイドで音楽が鳴り響き、色とりどりのライトがあふれるナイトクラブのオーナーだ。危険な香りはあちこちから若いパトロンを引き寄せる。今ここにクロックベルクのフェザープレートがある。デミトリがこれをどう使おうとしているのかはわからない。けどそれも今夜で終わりだ。ベントレー、このナイトクラブに忍び込めば奴にとってもプレッシャーだろ。意気込みは買いますがね、中に入る前にちょっと落ち着いた方がいいですよ。何を考えてる？アジトにスペシャルなアンテナを設置しました。我らの初仕事、デミトリのサテライトにハッキングするため、スダイ、ビジョンゴーグルにビーコンの位置はアップロードしておきました。位置に着いたら今回の計画の内容をすべて教えます。すぐ向かう。スライ、左アナログスティックの L3 ボタンを押せば、私がバーチャルマーカーをビジョンゴーグルに投影します。それでターゲットがわかるはずです。もし何も見えないようなら、右アナログスティックで周りを見回してみてください。そうするには屋根の上が一番いいですよ。スライ、デミトリのコミュニケーションラインにハッキングしてください。そうすればデータベースに忍び込めるです。どうやればいい？まずタワーの一番上に登るです。次にサテライトアンテナをアジトのアンテナに向けるです。物に登るにはジャンプして丸ボタンを押せば捕まります。パイプを登ってください。よし、ジャンプして丸ボタンでパイプに登るんだな。ターゲットの近くにいるときはホログラムマーカーを出します。丸ボタンを押してターゲットを調べるです。よし、一つ目はうまくいきました。次のターゲットをあなたのビジョンゴーグルにアップロードしておきました。 L3 ボタンを押して確認してください。
よい。見つけたメッセージはどうやら何かのヒントらしいです。アジトで解読してみます。その間もっとヒントを探してください。ヒントがあるほど解読が楽になるです。 OK、 あと一つです。 L3 ボタンを押してビジョンゴーグルを起動し、最後のアンテナの位置を確認してください。屋根の上からの方が眺めがいいですよ。中に R1 ボタンを押すと走ることができますが、ガードに気づかれやすくなるんです。注意するです。簡単簡単で、次はどうすればいい？次はナイトクラブに忍び込んで、中にあるクロックベルクのフェザープレートの写真を撮るです。中に入るには町の地下にある古いワインセラーを通り抜けなければなりません。わかった、ワインセラーに向かう。